ああ、え、ゲルドの間違ってこと？やばいじゃん。どうやって、ああ、きっしょ。きっしょ悪い登場の仕方しやがる。はい、来ました。カラカラバザール。なんかもう、やられた後ではこれ。この感じ。ギブドの胸に襲われても、あらかたやられた後。ああ、いるね、まだ。これさ、しかし、なんかちょっと分かったね。やっぱり物理攻撃が効かなくて、なんかもう魔法攻撃しか効かない敵、的な感じなんだね。めっちゃ腰引けてるじゃん。バーイたち。このままでは。ルージュ。おお、ルージュすごい。かっけえな、ルージュ。待たせたな、皆の者。ギブドとも一気に殲滅するぞ。さあ、わらわに続け。リンク、そなたの力当てにしているぞ。族長を守りつつ、魔物どもを殲滅する。オッケー。これもういいのかい？ふぅ。はい。弓矢が足りぬ者はいないか？くれるの？もしかして。必要です。なんだ、なくならないとこれくれない感じか。大丈夫？そこにいて大丈夫なん？こいつらは。あ、ちょっと待って、あれは？だよね。あ、なんか。強いね。強いね、ルージュ。あ、なんか、ルージュの HP が表示されてるってことは、ルージュが、やられてんのかな。嫌に多いな。全部これで。あ、終わっちゃった。あっさり終わっちゃったね。いや、ルージュ、かっこいいな。リューラの方が強そうだけどね、見た目は。あ、ゼルダ。また呼び捨てした。え？うえ、なんだなんだなんだ。おえ、何？どうした？なに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 。あの竜巻こっちに来るの？ああ、え、ゲルドの町がってこと？やばいじゃん。え？あ、ゼルダが。え、ゲルドの町大丈夫？まあまあ、だいたいみんな地下街にいるから、風ぐらいはしのげると思うけど。はいはいはい。ビューラ、町へ戻るぞ。そうだね。すぐ戻らないと。ビューラの腹筋すごいな。はいはい。いや、俺もすぐ行くよ。OK。まあ、ワープできるから僕の方が早く着くんじゃないですかね。普通に考えたら。里に戻ってきましたと。あれ？あれってあのギブドの巣だよね。あのなんかキノコみたいなの。あれって前からあったっけ？あった、あったかな。ちょっと写真で見えなかっただけかな。お、いるね。いるいる。どうした？見ろ、リンク。カラカラバザールに出現したのと同じギブドの巣だ。あ、そうだよね。やっぱりなんか出現したのか、あれ今から。報告によると、先ほどの竜巻と同時に現れたらしい。あんなでかいの急に現れるの？しかも今回は3つ、我が町の門を囲んでいる。いよいよギブドどもが群れをなして襲ってくるだろう。マジ？あんな群れで来たらもう、怖すぎるよね。あの状態、身を守っている巣は堅牢だ。どういうこと？堅牢だ。だが目覚めてギブドを産むとき、隙が生まれる。ギブドどもは必ず襲ってこよう。その時が我らにとっても好機だ。ん？どういうこと？お？また賢者からのお声が？これはどうなんだろうね。男なのかな？女性と？女性だよね、多分。指導の時といい、連続で女性か。また聞こえたな。ピ
ヒューラがたくましいね、この右で。ほい、わらわたちを呼んでいるのか？ルージュ様、リンクも、いかがされましたか？いや、なんでもない。大丈夫だ。リンク、今はこの町を守るため、眼前の敵に集中しよう。戦の準備を整えねば。ん？これから準備するの？ゲルドの里のなんか戦士たちってどこにいるんだろうね。まさかこの二人だけじゃ、大丈夫？そんなのんきに座ってて。これから来るんだよね。あれ準備するんじゃなかった？ギブドやその巣の出現、異常な事態が次々起こる。カラカラバザールで我らが見たゼルダもゲルドの町では目撃されておらぬようだ。何が起こっておるのか気にはなるが、今は目の前の問題に向き合い、戦の準備が必要だ。そうだな。リンク、すまぬがまた手を貸してくれ。そなたの意見を聞かせてほしい。百戦錬磨のそなたの言葉なら、ビューラや兵たちも喜んで耳を貸すだろう。ほう？え？意見、何をすれば？戦の準備について何か聞きたいことはあるか？準備できることは？何？お？兵士詰め所に隊長のチークがいる兵の配備について相談に乗っててくれ。配備もこっちで考えるの？資材は中庭にいるハドルに一任した。うまく使えば守りを強固にし敵を足止めできる。あれなんか奥にゾナウギアらしきもの見える、もしかして。何か必要なものがあれば彼女に声をかけてくれ。戦の準備について何か聞きたいことはあるか？魔物の情報は？砂漠で遭遇したあのギブド。切ってもなかなか倒せず、歯が刃こぼれする剣も出るありさまだった。だがルージュ様の雷、そして炎、これらの攻撃が有効なのは確認されている。剣などの力押しに頼らず、こういう絡め手を他にもいろいろ試してみる価値はありそうだ。ともかくさっきの戦いで勝ての相手ではないと分かったのだ。光明は見えてきているだろう。そうだね。なるほど。まずこっち行ってみるか。チークさんだっけ？よいしょ。チーク、この人かな？どこに配備すべきか。町の外に魔物の巣が現れた。今、戦になるのは必要。兵士たちの配置を共に考えてくれるか？分散させるか、逆に集中配備し、防御の薄くなった門は遊撃できるものが受け持つか。兵士の配置をどうするか、お前の考えを聞きたい。なるほどね。砲兵が多分、あれだよね。ギブドには一番有効なんじゃないかな。この剣とか槍って多分意味ないから。だから剣とか槍は、まあ、なんかこう数の暴力でね、まとめて配備して、砲兵は分散させたらいいんじゃない？あ、でもこれ3箇所にこれ分けないといけないのかな。どういうことなんだ。あー、なるほどね。はいはいはい。ここで待機とかはさすがにないでしょう。ちょっと待って、一旦保留。一旦保留で、あっちのパドルさんにもちょっと話聞いてみようか。大砲ってこれ？大丈夫？こんななんか、錆びてる？これ。大丈夫？ちゃんとまっすぐ飛ぶ？この方、ちょっと大砲。ちょっとパドルさんの話も一回聞いてみよう。しかし、リンクって様をさ、単純に優秀な兵士っていうだけでさ、そんなこの、なんだろう、軍師的な要素ってあんまないんじゃないの？鏡ゲットして。お、下流の頭。クイ、クイ、何使うんだ？戦うのが強いのであってさ、あんまり作戦立てるのが優秀な人ではないと思うんだけど、どうなんでしょう。まあちょっと話しますけど、聞いてみようか。戦いに役立ちそうな資材を集めました。ここにあるものはすべてご自由にお持ちください。また私にお任せいただければ、各門へバリケードを設置します。何かお手伝いできることはありますか？ちょっと資材について聞いてみよう。軍資金も揃えたんだって。以前、外回りの兵が拾ってきた奇妙なカプセルも便利に使えるやもと思い用意してあります。それから、万が一ですが、戦闘が始まってから弓と矢が不足した場合、私が補充いたしますので、お声掛けください。はいはいはい。バリケードは ?3 つの門があります。宮殿から見て正面北門、左手西門、右手に東門。どこか1つの門を木製のバリケードと鉄の樽で塞ぎます。どちらの門に設置しましょうか。なるほど。1個はじゃあ塞げるんだね。
基本的に1箇所バリケードで塞いで、残り2箇所のうち1箇所砲兵、残り1箇所を剣と槍の兵で固めるのがなんか良さそうに思うんだけど、どうでしょう。真ん中1回蓋しようか、バリケードで。これなんかその突破されたら負けとかそういうのあるのかな。なんかこの辺にいいヒントくれる人いないかな、どうしたらいいのか。南はオアシス訓練所のことは忘れ、目の前の実戦に備えれば。落ち着け、ソープ。集中。ルージュ様を信じるんだ。この人、大砲の人。うふふ。さあ、ギブドども、いくらでも来るがいいわ。このバレッタ様が一体残らず塵にしてやるんだから。地下にいる間にイメージトレーニングはバッチリしたし、ぶっ放すわよ。大丈夫、なんかもうハイになってんじゃない、バレッタ。しかも、イメトレだけって、あ、やばいよ、それ。一番やばいやつだよ。さて。おっと。じゃあ、槍兵と、剣兵を左、西門にちょっと配置しようか。で、右側の東門に、大砲の兵隊を配置してみようか。砲兵を東門に。あ、こいつ砲兵って一人なんだね。なんか大丈夫かな。バレッタもしかして。あのさっきの バレッタだっけ、さっきのあの言っちゃってるやつかな。言っちゃってる人なのかな。でもさ、砲兵とさ、なんか剣とか槍の人たちって一緒にしたら危なくない？普通にぶっ飛ばされそうだもんね。あのなんかね、ぶっ放してやるぜってバレッタがあのギブトと一緒に味方までぶっ放しそうだからさ。あいつはやっぱ一人かな。ルージュとピューランに話しかけてみようか。始まるかな、戦。戦の準備は整ったようか。整った！行ってみよう。やっぱとりあえず、正面がまあ盾で塞がってて、まあ、右側にちょっとね、だいぶ今調子に乗ってるバレッタがいて、左にまあ数多く配置してますと。どうしたらいいんだろうね、これ。結論どうしたらいいのかあんまよく分かってないけど。まず、いやでも左ってどうしようもないからね、剣と槍じゃ倒せないから、やっぱ左に行ってさっさと倒しに行くのがいいと。左、どうだろうね。まあ、人はいるから。宣告の声、あれが何なのかは気になるが、お！来るのか？来たねー。どうやって、あー、きっしょ！きっしょ悪い登場の仕方しやがる。族長に報告。町の周囲よりギブド多数襲来。今はまず奴らだ。これが西門だね。ここ正面。どっちからも同じぐらいいっぱい来てる。やっぱちょっとさすがに砲兵一人はきついか、これ。ビューラ様、町を囲まれてしまったのでは。ひるむな！危機と好機は表裏一体。あの巣ごと奴らを殲滅すれば良いことだ。ルージュ、いいこと言うね。ピンチはチャンス的なことだね。行くぞ、ゲルドの力存分に見せつけてやれ。こいつらどこ行くの？族長、そして我らが町を守り抜くのだ。